桜井さんって大きいですよね。ん？あの、何か大きくするコツとかあるんですか？コツと言われましても。双葉ちゃんは今のままが一番可愛いよ。そうじゃなくて、胸の大きい人には分からないんですよ。今日の宿題難しかった。だよね。ある人にない人たちの苦しみは絶対に分かりこないんです。でも大きいと大きいでいろいろと大変だし、それに武田さんはそういうこと気にしないと思うよ。でもせめて平均は欲しいですよ。なんでそこで武田先輩が出てくるんですか？何の関係もありません。